はい、どうもカッパ園長です。じゃあこのマイナンバーの話はね、まあ、正直僕ねマイナンバーありますけども、まあ、信用はできないですよね。ね、うん、もうことごとく信用できないんで、日本政府のやることはもう片っ端から、うん、だってこんな坪内閣でこの大陸べったりね、もう差し出してなんぼみたいなこの岸田内閣が何やらかすか分かったもんで、たまったもんじゃないですよねこんなのね。うん、まあでもまあやるっつうからやるらしいんですけども、まあ、運転免許証を原則廃止してマイナンバーカードと統合する方針を河野大臣が表明して、当然これね利便性、まあ、それよりも安全性だよね。だってもろだって個人情報じゃないですか、うん、しかもこれねこの口座も紐付けてなんてとてもじゃないけどね、もう日本政府なんかもうこれっぽっちも信用も信頼もないですからね。ね、日本のためにはもう何一つ仕事してこなかったやつらが、ね、ここだけなんか一生懸命やってるのはなんでなんですかって、えまるっとなんかもうねこの個人情報とセットで、ね、大陸や半島にばらまくつもりだろてめえらっていう、そんな風にしか思わないですけどもね。うん、いややっぱり日頃の行いっていうか積み重ねって大事ですよね。うん、でまあここでちょっと興味深いねやり取りがあって、まあ、この紙のこの例えば健康保険証はね24年秋までにこの原則廃止するとか、まあマイナンバーカード実情義務化へっていうこの政府発表っていうなんかそういう流れの中で、立憲のねこの蓮舫さんがね、マイナンバーの目的は何なんですかと、ね、この高市早苗さんにね、うん、噛みつくわけですよ。で高市さんがね、うん、え民主党政権で作られたものですよね、蓮舫さんあなたの方が詳しいんじゃないんですかってパピョンみたいななんでこの蓮舫さんたちってこういうことばっかりやってるんですかね。うん、でそうなんですよね、蓮舫さんがねそもそもマイナンバーの目的何なんですかとね、うん、なかなかのいつも通りのもうちょっとギア上げても面白かったんですけど、まあそうなんかこう噛みつきに行くんですよね。高市早苗この総務、大臣が当時ですよ、この興味深いやり取りがあったのが、高市さんが総務大臣の頃だから20年ですかね、20年6月とかかな、うん、まあ、こんなやり取りがあったんですよ。マイナンバーの目的を問われた高市早苗さんが、民主党政権の時に作られた法律で解散の時に一度廃案になって、自公政権になってから自民、公明、民主党で話し合って作ってもらったものだと。目的については蓮舫委員の方がお詳しいかもしれませんが、っていう形でね、切り返されちゃうっていうね。ずっとこのブーメラン芸なんですかね。もう、プロブーメランですか？ブーメランのプロですよね。うん。もうなんかもうね、このまとめのこのタイトルだけでさ、もうブーメランなんで、もう笑うしかないんですけども、もうほんと昔から何にでもこのね、後先考えず、ね、この噛みついてるっていうのが、よくわかりますよね。うん。もうパフォーマンス第一優先っていうのがもうバレてるし、ね。なんだろうな。こんなんでこの噛みついたっていう事実だけでこの支持する連中も頭おかしいっすよね、ほんと。ね。そう。だからもう上げたら切りないんですけども、例えばこの蓮舫さんとかもやっぱり一定のこの支持者がいるわけじゃないですか。ね、選挙の結果なんでね。うん。どういう目的で支持してるんですかね。まあやっぱりまあ何かしらのこのね、政治家、まあ、あるいはその支持団体っていう名の日本破壊活動団体だからね、うん、その旗振り役だししょうがないのかなってとこですけどもね。うん。だからそもそもこの人もね、この議員やってる時点でおかしいんですよね、やっぱりね。うん。そう思いますよ。ね、もう日本のもう国会だけじゃなくて、ね、もう日本全国、もうありとあらゆる、ね、政治家がもう政治家連中ばっかじゃないですか。ね、だからもう結局この政治家もこの商売ではできないようにすることってできねえのかな。なんかそんな気がするんですよ。だからそうするとほら、ね、やっぱ金欲しさにさ、この半島や大陸にすっ転ぶやつがもう後立たないじゃないですか。ね、売国の類ばっかりでしょ、結局は昔も今もこれからも。これをさ、もうこの構造的にね、システムをもうなんかもう変えないとしょうがないと思うんだよな。うん。ね、うん。だから、なんかうまい方法ないですかね。僕にはちょっとね、そういうなんかこう、足りない頭、どんだけどっちの方向に何をひねったって何にも出てこないんでね、わかんないんで困るんですけども。ね。だってこの人現役のこの国会議員ですからね。うん。それでもうこういう感じだったんで。まあ蓮舫さんだけじゃないですけども、
まあかつて、ね、マイナンバー民主党政権下で作ったこの行政コスト削減の画期的法案つって、ね、当時この岡田さんなんかもね、うん、なんかもう大々的にこのブイブイ吹いて回っていたわけですよ、うん、ね、まあ多分どうせ何も考えずに作ってただけなんだろうな、うん、ね、民主党政権下で作った行政コスト削減の画期的な法案だって、ね、当時言ってたわけですから民主党政権下でね、うん、それで目的は何なんですかってあなた一体何なんですかだよねレベル的にはね、うん、まあ、だから蓮舫さんだけじゃなくて、ね、この立憲、ね、他の立憲議員あとその信者、ね、支持者ですよね、うん、いや本当なんかどうかと思いますよ、うん、ね、法案に賛成してってかもうねもろ作ってた側なんだからさ中身知らねえでどうすんだよって話ですよね、うん、それでもな結局一定数支持者がいるんだからな、うん、ね、まあみんな大好き毎度おなじみブーメランゲーでしたけどもね、このブーメランばっかですよね、なんだろうなこの高市さんもよくこのねあのもうたまにはさ、ね、この上海電力さんとか、なんかこの蓮舫さんみたいな、なんていうの？この内容でこの勝負できる相手とのこの論戦だったらさ、ね、なんかもう勉強のしがいもあると思うんですよ。うん。なんかもうこの素で、なんかもうちょっとおかしい人相手する、そういう機会、そういう時ばっかだともうなんか、相手すんのもかったるくなったりしないんですかね、高橋さんも。もうなんかもう素でたまに切れていいと思うんですけどね。お前らいい加減にしろよと。ちったら勉強してからなんかこう挑んでこいよって。なんかそういう気にならないかな。なんかまあそういう人はね、本来政治家になっちゃいけないのかもしれないですけど。だってさ、そもそもがさ、もうあ、まあ、相手になってないっていうかなんか、もう、あまあこれも仕事なのか、しょうがないのかな。うん、まあ見境なく噛みついていく姿勢がね、支持者からするとね、素晴らしいみたいな。うん、何度変えるうちにあってもね、立ち上がるね。うん。なんか、っていうかなんかもう高橋さんも普通にブーメラン華麗にかわしたような感じでも、なんかそんな気もしますけどもね。うん。なんでもね、この反対反対言って噛みついて攻撃すりゃいいってもんじゃねえんだよと。うん。まあ、国民の、まあ昔からそうですけど、国民のことなんて考えていない、ね、このただただ自民党、政権与党を叩きに行きたいだけの、ね、旧民主党であり、違憲、立憲ですからね。うん。なあ、もう結局、まあ、芸風がブレてないとこだけは評価しとこうかな。今回は以上です。ありがとうございました。ではまた、ごきげんよう。